友です。唐突に始まりました3分再開発の時間です。司会は東北キリタンと乱開発アドバイザーの東北ズンコでお送りします。このコーナーでは中の人がなんとなく気に入らない都市を曲線し新たな秩序をもたらすキャッチーでウィットでセンセーショナルなコーナーです。これはひどい。本日の犠牲者はこちら横瀬地境の中心地横瀬市です。無計画に拡大していった結果駅と市街地のバランスが悪くなっていますね。では早速下ごしらえからやっていきましょう。まず市街地を消し飛ばします。できたものはこちらになります。次に陸地を蒸発させます。やっちまったものがこちらになります。準備ができたら木の赴くまま骨組みを置いてそれっぽく路線をつないでみて反対側もつないでみて市街地を散りばめて完成ですね。簡単でしょ。レシピのおさらいです。予算が少々多めに必要な点に注意してください。下ごしらえに2ヶ月ほど時間がかかるので仕込みは計画的に。それではまた次の年でお会いしましょう。お久しぶりです。一身上の都合でボイロなしでやっていましたが復活させてみました。人はそれをネタ切れという。立ち絵もリニューアルして新規一点です。とは言ってもまだ表情差分は元データのレイヤーから連成してないので真顔で決めていきます。ユカリンのアヘガを見れないのか。おいやめろ。再開発でありかね全部溶かす顔にするぞ。ユカリンの制服はニコ鉄の制服という設定です。立ち絵だと見えにくいですが帽子にロゴを入れてあります。そして背景はセンセーショナルになった横瀬駅です。無駄にでかい。駅規模は122面250線から168面276線に微増。駅戦闘力も13億7500万と 0.09 熊谷から 0.16 熊谷まで増えました。 1.0 熊谷が84億なので何回かバイプッシュすれば追い越せそう。駅のホームは高度16の32階から高度マイナス8の地下16階まであり、駅ビルは高度64の128階まであります。あれ高度64ってシムトラの仕様では32までしか建築できなかったはずでは。一体いつから通常版だと錯覚していた。なんだとまさか OTRP。 そうです。道路キャパを2倍にし情け容赦のないシティカーの波を作り出す兵器ワンウェイツーレーンロードプロジェクト通称 OTRP のおまけで実装されている高度上限アップ機能です。他にもこんな機能があるよ。特にランダムで交差点を曲がるシティカーを道路の速度で分岐比率を制御できるのは便利だよ。料金ポップアップ非表示は動画撮影時にありがたいですね。横瀬駅に戻って今回のコンセプトはホームの露出率向上です。駅部分が重なって見えなかったところや地下ホームをさらけ出すことでより多くの路線が乗り入れていることが分かりやすくなりました。アングルが 3D 的にグリグリできないシムトラはスクショ映えさせにくいからね。駅構造の紹介です。大まかに両サイドに高速線、中央に在来線、下層に地下鉄という割り振りになっています。予備のホームもそれなりに用意してあるから新路線開業も安心だよ。構内案内図は用意していないのでセーブデータを開いて直接見てください。セーブデータはニコ鉄ウィキに載せてあります。駅間もレールレスなので見通しがいいです。地上路線をすべて空間軌道接続にすることで駅周辺の緑化率を高めゆとりある感じにしました。ユイチシンゆかりの像は駅前のラウンドアバウトに移設しました。ローアングル狙いで回り続ける強者が現れそう。そして貨物ターミナルもリニューアル。やたら長いホームがある件について 120.3 から車両の連結制限が24両から250両に増えたのでそれに合わせて125が用意したらこうなりました。非公式のロングコンボイパッチでは上限が64両固定だったけど正式採用版では設定で250両まで変えられる悪魔的仕様だよ。今は250両編成を熊谷方面の郵便列車で128両編成をメキシコ方面の白い粉輸送列車を走らせています。踏切作ったら渋滞がやばそう。この後はまったりおすすめスポット巡りしていきます。ゆっくりしていってね。